東北さん、転勤しちゃうんですね。寂しくなるなぁ。え、送別会の案内してたので、今度の送別会行きますからね。私、転勤するのか、今初めて知った。自分が転勤することを知る前に、自分の送別会の案内が流れている。今日は東北さんの送別会ですね。え、最後にいろいろお話ししましょうね。私の送別会、今日なのか、初めて知った。主賓である自分に案内が来なくて、送別会当日に開催を知らされる。みんな今日都合悪いらしくて。うちの課、20人くらいいるのに、集まってくれたのは3人か。出席率がめっちゃ低い。あかりちゃん、やばすぎでしょ。全然、私の知らない話がずっと続いている。主賓なのに孤立してしまう。会費1人5000円です。東北さん、5000円お願いします。え、これ私も払うやつか。主賓なのに会費を取られる。え、4月1日から岩手支店に移動となります。こちらの秋田支店にいるときは皆さんに本当にお世話になり。話が盛り上がって誰も挨拶を聞いていない。移動される東北さんにプレゼントです。ありがとうございます。送別の品として内容の薄い寄せ書きを受け取る。じゃあ転勤される東北さんから一人一人に対してメッセージをお願いします。え、聞いてない。じゃあ琴ノ葉さんから。琴ノ葉さんは関西弁でいつも面白くて、抜き打ちで一人一人に対しメッセージを言わされる。最後に東北さんを胴上げしましょう。え、いや、いいです。ちょっと、いや、これ怖い。これ危ないですよ。普通に怪我する。おしまい。